こんにちは、ナムです。パワープラフティやっていきます。今回は、野球マスクを使った、花丸投手のガチ育成ですね。やっていきましょう。森本、アーサー、そして野球マスク、オクタビア、白瀬、佐々木さんということで、SM 丸です。行きましょう。そろそろ更新かけたいなぁ。森本から上げていきましょう。森本と野球マスク、やっぱ初評価高いんで、ここからガツガツ上げれて、序盤からね、タック組めると、結構経験点も大きくなるので、意識はしていきたいですね。佐々木さん。なんかいいコツください。おー、垂れ強さめちゃくちゃありがたい。結局もう格闘集客入ってきて、コツの重要性も増しましたよね。9番。スタミナでもいいし、球速でもいいし、どっちでもいいですね。ただ体力は若干、危険水域ですね。若干危険水域ですね。ちょっと嫌な感じの水域ですね。ちょっと一回休みたいな。3番は残念ながら来てないと。0番どうしようかな。まあ変化に置きたいかな。って感じになってます。ちゃんと休めてよかった。やっぱり30回復とかがこの辺で来るとマジで手間取るんで、お、マジすごいじゃん、モルモト。モルモトすごすぎでしょ。マジですぐタックしてくれるのありがたいですね。4番。4番、5番は、まあ、ここですね。か、まあ、こっちでも一応組めますけど、まあ、ここだろうな。色味的にも、まあ、こっちで組んだ方が強いと思うんで、リリース取りますか。で、まあ、とにかく何でもいいから、僕としてはあれが来てほしい。3番が欲しい。結構ね、休みになっちゃってるんで。おー、ありがとう。スタミナ来い。スタミナに集まれ。ナイス。いいですね。全然一人でも十分です。9番使えるんで使ってくか。色味的にはまあ変化に来る可能性もあるので、まあ緑かな。うん、強い。850入ったうちない。使い切れなさそうですね。ということで、速球対抗心先取りますか。強い。ありがてえ、ストレートフラッシュ。しかも、急速でまた、3カード組めるんですけど、それはそれで、そう、急速、まあ、筋力ばかりになっちゃってるんで、現状。ちょっと、まあ、あんまり良くはないですね、バランス的には。変化踏みたい。おー。って言ってきているんだが、ゼロ、入れてーかな。うわー、強いなー。3人も固まってくれてるわ。バランスなんですよね、結局。結局バランス問題になっちゃうんだよな。うん。これで取ってって感じでいいですね。取れるもん、怪我しかないよ。まあ、20取っちゃうか。コツ、もらってますし。ヘアトリコロール。うん。0番はかなり綺麗に処理終わったんじゃないかなって思います。おー、いいですね。3番使わなきゃとか思ってたんですけど。強いじゃん。ゼロ。ゼロ、三、三。7番使ったら赤。まあ、トリコロール組む感じでいいと思うけどな、ここ。っていう風に思ってるんで、この7番使いましょうか。コントロール破壊する。で、3番普通に使って赤3ですね。うん。まあ、全体の評価もあるんで、ここは普通に行きたいかなっていうのと。やっぱり今のところは変化踏んで、しっかりと技術を、ね、稼ぎたいなっていうのはありますね。よーし、回復、変化来い。強っ。なかなかに想定通りに来てくれますね。4番すごいことなってんな、そして。これま、ダブルタックなんで普通に踏みましょう。で、変化球なんか、フォークとかちょっとよくわかんないの覚えてるのは、まあ痛いですが、いいでしょう。OK、いいね。あとは赤の球とかが来ると結構はかどるんですけど、まあそんなに、まあ贅沢は言ってられないかもしれません。どうしよう。帰らしていっかな。
うん、まあいいか。まあ上でも良かったかなっていうのはありましたが、これはここで良かったっすね。強い。4番は一応使えるので、なんかお祈りで入れ、8! ガラミドリの3。まあまあまあ、しょうがない。ガラクタにはなっちゃいますね。ガラクタか、まあタック強いからな。これはもう致し方ないでしょう。強い。セクイチからかなりいい感じなんじゃないですか。お、早いな。ちょっとまずいな。早すぎる。うん。イベントはめちゃくちゃ走ってますね。いい感じ。おぉ、いいじゃん。4番入れて。あ、4番。はい。わぁ、青の9か。それはなぁ。ペア強いんですけどね。ちょ、強いなぁ。この0番。おぉ、置いときたい感、すごいあるなぁ。3番。まあこれタック取った方がいいだろうな。これ強いですもんね、シンプルに。変化、とんでもないことになってます。うん。いいんじゃない。ここはもう経験点に魂売りましょう。いいでしょう、普通に。全然悪くない。逆ほぼフル無視してますけど。点数、味方の評価ともにめちゃくちゃいい感じですね。5576点。んで、モルモト走りまして、これ結構やばい状態ですね。今、シラセが残り1回で、モルモトも残り1になったんで、ちょっとまあ、あんまり、よろしい形ではないです。これ、ゼロがお邪魔だな。シラセの評価上げたいのはあるんですけど、ここ5番かな、うまいな。ちょっと様子見ようかな。うん。まあ、ゼロが結構邪魔なんですよね。5番入れ、ちげえな。普通に踏んでもいいかな。で、トリコロールを一応組めるので、こうでいいかな。3とかも考えたんですけど、難しいです、なかなか。何が正解かわからない。おぉ、こっちか。街道行ってほしかったな、これだったら。そして7番。強っ。1番使えないよな。5番入れて、6番かなーって感じですね。さっき使わんでよかったわ。精神か。精神か。これ、ちょっと厳しいですね。バランスがなかなか。まあか。筋力使うとしんどいんだよな。筋力使うと、まあ、やっぱりその次以降がね、どうなるのかな、みたいなとこはあります。青6とかにできたら最高。青6本かな。よーし、頑張ろう。来ないか。さすがに無理っすね。一回お休みしましょうか。あとは7番とかを使って削れねえわ。星ついてるわ。普通に、5欲しいな。うん、ここは5欲しいな。で、しっかりしろ。モノトン走って早く。結構危険だな。はい、これ強い。9番、使えますが、使わんでもいいかな。てか、6使いたいっすね、これ。6使ったら一応、ここが、なんとかトリコロールにはなるんだけど。っていう状況。ありだな。意外とありだな、それ。正直、このタック取ったって、なんかうまい、みたいな感じですからね。使おう、思い切って使おう。で、まあ、こっちでいいか。うん。ちょっと筋力使わせていただいて、はい。もうちょっと人入れたらよかったですけどね。ちゃんと強化も上げれるんで、まあ、ここはいいでしょう。からの5番、1番。強いね。5番でペアですね。っていう使い方でしょう。
さすがにこれ強いわ。400、600、ほぼ700点ぐらい入ってます。これでまあ大丈夫かな。技術がちょっとやばそうですね。点数は出てると思いますが、ちょっと徐々にね、こう、役を作るっていうところからずれてきてる感じはするんで。5番欲しいな。強いな。ここはスタミナでいいかなっていうところと、まあ、うまくこの6を使ってあげれれば強そうな感じはしますね。一回休むか。誰かしら体力回復してくれるのを祈ったら負けですね。なんだよ。伸び骨もらいましょう。いやー、なかなか前後とも来ないですね。強いな。5番待ちてぇなー。ここで拾ってあげた方がいいのかな。5番待ちたいですけどね。9番使ってこれいこうかな。技術欲しいけどな。いや、ここは9番使ってしっかりいきましょうか。筋力上げるのと変化上げるのと、あとは精神ですね。やっぱり精神使うのさ、マジここしかねえんだよな。ちょっと技術なくなってきたな。ちょっと今危険水域ですね。若干危険水域ですね。5番を待つといった手前、あれですが。そろそろ1番超えてもいい頃だとは思うんだが。そして5番来ない。おっと、やばい、これは。これは仕方ないですね。これは仕方ないですね。6番使いましょう。致し方なしですね。これは圧倒的に強い。さて、これどうしようかな。まだ11なんですよね。全然超えてない。やばいことになってるわ。筋力は使いすぎないようにはしたいんだが、そんなことも言ってられるあれじゃないですね。ある程度は残して、800、900。精神どうしたらいいんだろうな。まあ、なんかこの辺取っていってって感じですかね。2個取れないか、235。まあまあ余りますね、このままと。135か。手応えは7、ギリギリ取れますね。ギリギリ取れますね。変化がな。まあ、これでちょうどいいが。8ですからね。8ポイントってないよな。ないですね。はい、大丈夫っす。はい、これで行きましょうか。すんよ。さすがにナイスすぎるペアトリコロール。あー、3枚壊れたか。4とかも近寄ってきてくれてないので、ちょっとこの辺のタックは、もったいないことにはなりそうですね。9番待ちか。ただまあ、めちゃくちゃいいんじゃない。1番は、そのまま入れてもいいし、なんかこう、1番、2番、逆が。役が難しいですね。このままだと役やばいことになるな。6番とか入れたいなー。1番邪魔だなー、マジで。1番、2番、1番、相当重いですね。この展開だと相当重いですね。1、2とかで固める？スタミナ踏み切ったけど。あとは、あれですね。守備練習でもよかったかな。ちょっとまあ難しいですね、このあたりは。精神力。おー、強いね。
1、2、まあもう1番来てるんで確定してるのが結構強いかなって感じはあるんですよね、守備練習に関しては。監督評価もいくし、3番待ちだったらそんなに悪い賭けではないんだよなっていう状態。すごいタック来そうなんだよな。来てなんかわーってなるのもあれなんで、普通に変化いきますよ。おー、まあ悪くはない。特段別にこれで行く必要はないかなっていうお休みターンですね。うん、いいんじゃない。っていうかモルモトたちまだかな。一回守備練習ここで挟んで2番待ちでいいですかね。うん、12,800点、まあまあいい感じで、役もねいろいろ置けてるんで OK、 ようやく。それは助かりました。綺麗に終わりましたね。わーっと強い。ちょっとパーセンテージが高いのがかなり気がかりですけど、これ無理しなくていいかな。これでグキってなったら、まあ一番いかんので、武器が一番いかん。休むか。いや。わー、まあまあ、ここは知らせが回復してくれるんで、問題なしですね。休息でいいね。まあこのダブルも悪くないんですけど、普通に9番ここで、何の問題もなさそう。まあ5番に入れ替えるんだったら、ありかなって感じですけどね。5番入れ替えもありだが、ここは休息いきます。9番なんとか近寄ってきてくれれば、いい形にはできるんですが、強い。いやー、これどうすっかな。4番賭けで入れてみるのも面白いと思うが。5! あー、7、7になったか。なるほど。ん?これ青入れたら超強くない?やばいことになりました。やばいことになりました。クソ強い。この3カード拝めるとはな。900、ほぼカンストしとりますね。筋力の方は、100点ぐらいか。なるほど。さささっと入れて。27。こっちも結構さばかんといけんからな。まあなんかうまいこと、27。14、13。なんかうまいこといかんかな。うまいこといかんですかね。27、41。36。あ、うまいこといきました。OK。で、踏みましょう。相当強い。ドラ。あとフラッシュもあんまりやれてないみたいですね。減点投球。サイドボール欲しいけど。今んとこ順調ですね。まあ、今のスタミナタックかなりでかいですね。っていうかこれ、やばいことあってんな。強い。3番が、まあもう近く来てるんで、ここはストレートにしたいかな、さすがに。っていう感じは、まあ、めちゃありますね。まあこれ、青入れたいけどな、技術、死ぬほど欲しいですけどね。ただストレートそろそろ意識しないと多分終われない可能性の方が高いので、ここは技術入れて、で5番をここで踏んでみたいな感じですかね。756、756のチャンスも一応置いとこうかな。まあ6くんのかな、ちょっとその辺がわからないですね。3カードも全然やってないからな。こうスタミナ何来るかわかんないんですよねっていうのが。やっぱこっちか。で、3番。いやー、まあまあまあ。シングルタックですか。8番ちょっと置いときたいな、もはや。もはや8番ちょっと置いときたいまであるな。これどうしましょうかね。モルモトを、まあ、サクッ
と行かないと結構役がやばい気がするんだよなっていう状況なので、これちょっと踏みましょう。役がマジで進んでない。うん、それはちょっと嫌な感じだな。ストレートにはなるんですけど、1か4か3-3で組みたかったんですけどね。ちょっと嫌な感じだな。3番行って9番踏みつけちゃいます。先に人数少ないんだな。まあでもここはもうガンガン進めないとちょっとマジで間に合わないんで、行きますわ。まあ手持ちがわからんから9番使って筋力もうちょい入れたいとかあったんですけど、ちょっとまあ今今後の展開が未だにわからないので、4番来たな。4番がここで入れたいっていうところはありますね。うん、4番は結構貴重なカード群になりそうですね。まあ、バーッと使ってストレートを組んじゃってもいいが、貴重な球とかを使うことにはなるのと、変化球ポイントがやっぱだいぶありますねっていう状況。これもう一球種行くかどうか、悩ましいな。あと守備練習ももうちょいやりたいな感は強い。筋力いるかな。もう役を作っていくことを考えた方が圧倒的に良さそうですね。8番ここいるかな。3番使います。で、8番はもう普通に使いましょう。ここにね、一応スタミナもまだまだなんで、まあ踏んでいってって感じですね。で9番は状況に応じて使ったり使わなかったりで、なるほど。さすがにここは一回休もうかな。まあ先頭に置いてもいいかもしんないですけどね。3カードもまだだしな。ここしか正直方法なさそうだな。方法なさそうですね。ここを入れた方がいいかな。1番のこれどうしましょうかね。1番ここ入れたらめちゃ強いじゃん。 OK、 いいな、いいよ。なかなかにいい感じになってきたような気はする。ドン、やる気回復か、もしくはここか。いやーまあ進める方がいいかな。やる気回復でも全然悪くないんですけど、やる気は多分戻してもらえるんですよね、そろそろ。っていうのもあるので、ここは進む、いきますよ。ストレートあと変化踏んだら終われる。これやる気くれたら最高だったか。おわーよかった、ナイス。これで変化来たら最高。ドン。おわー予想通りになったな。ただ1番。これ1番で取ったら最高ですね。1番で取ったら最高の形になりますね。取れるんだよな。1番でいくか。この3タック、ちょっと強烈にしましょうか。こうかな。で、これを使いますととんでもないことになるはず。とんでもねえ。とんでもねえ。カンスト、カンスト、カンストなんで、この後ろの Q は使わなくて良さそうですね。すげえ。海岸だよな、さすがに。もう耐えれないよな。もう耐えれないよな。変化球もう一個覚えてもいいかもしんないですけどね。筋力か。まあ、かなり綺麗に溢れてる、これで。正直。いいかな、これで。うん。カンストしとるな、いろいろ。まあ、難しいところですね。84とかもはやさ、もはやどういう感じで処理していいのかわからないが、27。まあ、これでいいかな。めっちゃうまくいったわ。いいんじゃないですか。ほぼ完璧でしょ。うん。
強すぎ。よし、あとはスリーカード。まあ、スリーカードは最悪終わんなくてもいいですからね。ただ問題ってことじゃないですけど、まあ、変化すごいね。まあ、スリーカード、312。うおぉ、強烈312でもう一回遊べるドンになってますね。緑で踏みたいな。ちょっと5番と6番がお邪魔ですね。筋力、今、圧倒的に欲しくはなってるんで、まあ、この状況なんで。あとはちょっと変化マジでどうしっか。うまく拡張に触れればベストではあるんですけど、まあ今ちょっと拡張に触れるような感じでもないしな。まあ5と6がマジで異常にお邪魔ですね。5と6次第だな。まあ、変化これまた2番で相当なんで、やっぱ1回振ってもいいかな、もう1個。さすがにこれもう耐えきれないでしょ。っていうのと、あとは、1回休みかな。まあ、6番のことがあるからな。ああ、いいですね。これは行きましょうか。で、9番使いますわ。で、筋力結構入るとは思うんだけど。583か。もちろん欲しかったですね。まあ、いいでしょう。3も、あと1回。1回とか終わりか、これ。怪物9位の前にちょっと開眼したかったな。まあ、今からやっても間に合わんわ。まあ、いいでしょう。被りを減らして、他の強いやつを。よーし、これ。相当いいんじゃないですか。22000点いって、多分フラッシュ以外は終わってるんかなっていう状況ですね。フラッシュ以外は終わってるんじゃないかな。フラッシュやばいな。強っ。うわぁ、届かんわ。届かんわ。まあ、これはもうしょうがないでしょうね。これで。っていう状況。フラッシュ作んないとやばいのか。これはもうしょうがないでしょ。強すぎますからね。9番使いますか。えぐ。なんでしょう、このポイント。やばいことになってます。さて、さて、まあ、うまく使いたいですね。筋力結構しんどいんだと思うんだよな。現状。あとは、ちょっとまだ、めどというか、なんかどう、何をどう振っていいかわからない状態なので、まあ、技術精神結構上がりそうだから、この辺振りますけど。ちょっとまあ、安易に各集客振るのはちょっと危ないかなって感じですね、現状。860か。まあ、マジ超ギリだな。ムービングファースト取ってるしな。キレ。関係取るか。恐ろしい。ちょっとフラッシュが間に合ってないので、ちょっとそこだけ注意です。うわぁ。頼むよ。旅や。オッケー。強い。ここはハイナンバーになるんかな、一応。一応ハイナンバーだと思われますけどね。まあ、スタミナもうまい具合に上がるので、ここは甘えておこうかな。あとは、まあ、緑でフラッシュを、ちょっとなんとか、間に合わせたいなっていう感じですかね。OK。フラッシュあと4回やんなきゃいけないのか。わー、2枚。で、速さで抑え。よし。ここまではいいぞ。ここまではバッチリすぎますね。2番、おおマジやばいじゃん。バケモンやんって感じですね。まあ絶対踏むんだけど。いや、フラッシ
週間に合わんな。えぐいです。はい。えぐいです。はい。どういう感じにしましょうかね。もう解放さすがにしていいと思うんだけどな。後ろの方。筋力は必要そうですね。917か、やばい。変化球は、まあ絶対振っていいなっていうところと。キレイクと敏捷やばそうだな。ちょっとフラッシュは諦めも必要かもしれませんね、これ。正直、ここしか行くとこないんで、なんか無理にやるとおかしなことにはなりそう。いや、このポイントバランスだったらマジで取りたいんですけどね、いろいろ。変化球ポイントか。まあ変化球ポイントと技術でしょうね、やるんなら。っていう感じに見えますね。技術、えぐい入っとるしな、これ。じゃあやるか。行きましょう。おー、当たり、完全制圧。もう一回行く？もう一回行くと、まあ綺麗に取れますけどね。行くか。まあ、技術はいくらでも入るんで多分大丈夫でしょう。っていう感じ。はい。おお、マジで守備練習めっちゃしたいわ。強い。まあ、諦めながらですね。もう一個は諦めながらいきます。強すぎるわ。おお、いいですね。敏捷が結構大事だな。9番使って筋力もうちょい入れとく感じかな。うん。かね、筋力いるかな。まあ、いるか。あとは敏捷を気をつけながらだな。筋力はまあこれである程度大丈夫そうかな。敏捷がだいぶやばい。わあ、3枚壊れたな。ここは行幸ですね。マジでありがたいわ。オクタビア。まあ、6番入れちゃっていいんじゃないかな。うん。か、ここのスタミナ踏んでっていう感じでもいいかもしんないですね。そうすると、トリコロール最後に一回やれるんで、スタミナはまだ A か。3番。結構難しいですね。ここが人いる間にやりたいっていうのも正直あるな。まあ、安排ルートでいいと思うんだけどな、現状。ここに人が来るかどうかわかんないんですよね、結局。うん、22。まあ、ちょっと増えたかなって感じかな。これも安排でいいでしょう。監督も一応踏みました。まあ、今足りてたんで大丈夫だと思いますが。ここはしっかりピンチャンで。これ相当強いんで、なんとか、完走させてはあげたいですね。怪物系早いかな。うん、マイブレも引けてるしな。佐々木さんがまだ未完走かなっていう状況。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。うん、いいですね。ちょっとまあ、敏捷が注意欲しいかな。3番来ないかな。強い。ここはもう安牌お休みで、一回休ませていただいて、もう無理するとこじゃないですからね。現状。まあ、敏捷欲しいよな。変化タックですごいのが引ける可能性は、なきにしもあらずですが、そんなに欲しいかって言われると。敏捷52。まあ、キレ取って、あと、あれ取ったら終わるんですよね。高打躍動が取れないな、やっぱり。
あと一回守備練習踏みたいかな。変化はまあ正直次以降でも踏めるしな。ここフラッシュにも一応なるので、行くか。守備練習します。さあ、守備来い。ああ、いいですね。え、めっちゃいいじゃん。超ありがたいんだけど。さて、これ、どういう感じにしようかな。ペアフラッシュの方がいいのか、9番をシンプルに使った方がいいのか。まあ、多分、ペアフラッシュでいいと思うんですけどね。1番で点数ももらえるわけですし。てか、そうするとここすごいな。うん。で、これさ、7番さ、打ってさ、こことか破壊したらさ、おぉ、9番も使える。完璧ですね。超いいじゃん。600とか入ってるんだけど、えぐ。最高の形になりましたね。まあ、筋力もうまく使えるし、みたいなことになりました。え、800? あ、600か。びっくりした。十分だけどね。ただ、ちょっと筋力一気になくなりましたね。さっき取っといてよかったわ。これで、敏捷も綺麗にいきました。まあ、ほんと、金徳一個逃しましたけど、ほぼ完璧な形で、引けてくれましたからの、これ、やばいね。ちょ、大丈夫?怖いんだけど、ここまで順調だと。ここまで順調だと、ちょっとさすがに恐怖があるんだけど。これは順調ですね。何をどう見ても。あとは、スタミナ練習を順調にやれば、まあ、普通にめちゃくちゃ強いはずだが。低め取るか。これは踏みましょう。よし。怖ー。あとスタミナしたい。おう。よーし。完璧やわ。初戦は策で。これ相当強くない?うわー、ほぼ3万点出ている。そして、金徳の1掛けですね。全然大丈夫。筋力ですね。筋力、まあ、スタミナ練習ですね。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。とにかく筋力が欲しい。わー、休みます。もう変化練習いらんからさ。もういらんからさ、スタミナ練習させてほしい。ここはどうしよっかな。まあ、今、ここはピンチャンにしよう。ここはピンチャンにします。さて、この技術精神、どうしたもんか。結構振り方難しいですね。多分ですけど、敏捷って余ると思うので、縛りいいんじゃないかな。うん、これ余るよな。狂気霊取ってないか。23ですよね。まあ、変化球対抗心とかがちょっと危険な追記になるって感じか。まあ一旦これでいいかな。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。スタミナ、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 頼む。いいね。素晴らしすぎますね。マジ超順調じゃん。よし、9アップ。あと1回踏めればいけるって感じのポイントまでは来ましたね。なので、まあ、スタミナ待ちで普通に遊ぶでいいな。うん、ここは探ります。で、そうだな。割と、どうなんでしょうね。筋力若干しんどいな。東大躍動無理そうだな。技術今使わないと、ちょっと嫌な感じですね。奪三振取ろうかな。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。スタミナ、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 頼む。いいですね。わー、まあ、なしではない。なしではないが、別に変化球ポイントとかもう欲してはないですね。とにかく筋力なんだよな、今。ここはちょっと惑わされることなく、あと、爆弾ボンが怖いんで。4か。いや、ここはピンチャンでしょ、さすがに。
使わないとおかしな方がない。さて、まあ、キレは届くかな。玉持ちの方で筋力セーブできるんだったらっていう動きでいいですね。あとは、なんだろうな。バランスが、わからん。うん、このまま行きましょう。ちょっとポイント漏れるか、大丈夫か。はい、勝てました。次行きましょう。スタミナ頼むよ。スタ。オッケー、いいね。まあ、普通にしらせ踏んで終わりでいいですね。さて、精神ポイントが結構しんどいが。もうコツがないんで、普通に行きましょう。うん、4が上がったんで、まあこれで。106にするか迷うな。この感じだと。結構筋力がしんどい感じするんで。ひとまずこれで。さて、怪物球威は取るとして後で。23残せばいいので、これでとりあえずいいかな。あとは、まあ残ったポイント見ながらですかね。うん。先制ストライクいくか。うん、ちょっとまあどういう感じで残るか全くわからないので。一旦これでいいかな。まあ要所とか取って良さそうだけどな。東大行くと取りたいんですけど、多分無理ですね。ちょっとまあ若干漏れるかもしれないけど、これでいいのかな。どうせ使い切れないんじゃないかなって思ってるんで。これ行くと、絶対取れないもんな。うん。結構、査定値高いんで取りたいんですけど、バランス的に、要所でいいか。うん。これで行きましょう。はい、勝てました。ということで、まあ、やることはやったかなっていう感じですね。まあ、スタメンには入ると思うんですけど、エースまで行ったかな？どうだろう。っていう感じですね、現状。うん、ケイ制圧。そして、しっかりと新敵画面に入りまして。何点ぐらい出たの？はい、ということで、31,319 点ですね。さあ、振っていきましょう。はい、ということで、振って戻ってまいりました。最終的にはこんな感じですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14段の怪我とか、あとは満了とかさよならとか取りつつの各31ですね。行きましょう。うん、ということで、PF6 先発ですね。まあ、そこそこ伸びたかなっていうところと、やっぱりもうちょっと伸ばしたかったな感が強いですね。結構変化球に伸びてしまったので、まあ、反省点としてはそこかなっていうのと、まあ、結構その臨床がギリギリになっちゃったのもありつつ、あとはやっぱり金徳1個かけたんでね、結構大事なやつがね、これがかけたんで、まあ、そこが結構でかかったかなっていう感じです。ただ更新はかかったはずです。うん、かかってますね、ちゃんと。で、どれくらいいったかと言われると、まあ先発ちょっと更新できたぐらいかな。うん、先発はまあやや更新っていう感じですかね。はい、よかった。ひとまず、ただもうちょっと行きたいな。うん、40ぐらい更新できたんで、結構中継ぎとしては大きかったですけど、まあやっぱ8先発とかね作りたいなっていうところなので、またね頑張ってやっていきたいかなっていう風に思います。手応えはね結構いい感じになってきているので、あとはねマジで金徳関連をしっかり取りつつ、まあ、32,000点、まあ、この辺のねスコアをね取れるように頑張っていければいいかなっていうところです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。